今日は東京は目黒区にあるアクアショップ H2 さんに、行ってきました。このお店は私の動画を見てくださった方がコメントで教えてくれたお店なんですけど、その方が水槽を始めるきっかけになったお店だそうで、水草や生態のこととかとっても丁寧に教えてくれました。おすすめですということで、とっても興味が湧いて、コメントいただいてからすぐさま次のお休み、今日ですけど、出かけたわけなんですが、本当おっしゃる通り、私の質問にも懇切丁寧に答えてくださって、またアドバイスもいただけて、とっても素晴らしい時間を過ごすことができました。まあその話はおいおいちょっと作業しながらするとして、今日お買い物してきたものを紹介したいと思います。なんかいろいろとその栄養のこととかも質問したんですけど、今の状態だったらまずこれを、今後毎日添加してくださいとのことで、これですよ、 ADA のブライティー K カリウムですね、摂皮ですね。まずこれと、これも ADA のものですが、水温計、水槽にカチョッとかけるタイプのもの、これかわいいですね。これと、あとは少しずつやっぱり水槽、私の水槽の水草の密度を上げていきたいので、なんかショップに行ったら必ず何か水草を一つはゲットしたいなと思っているので、これとクリプトコリネ20の組織培養の水草、これですね、を購入してきました。これはお店の中の水槽に育ったものがあって、その水草に惹かれて、ショップの店長さんかなに、この水草は何ですかってお伺いして、であればこの組織培養からちっちゃい葉っぱから育てるとすごく状態がいいですよ、おすすめですよって教えていただいたので、今回はこれを購入してきました。ちょっと水害直後なので、お水がいっぱいある状態なんですけど、次のお休みはまだ先なので、ちょっとこの状態で植えるの大変かなと思うんですけど、早速、植栽をしていきたいと思います。で、植え方も教えていただいたので、まず最初にこのカップの中の底のゼリーをちょっと洗って取っていこうと思います。まあ、完璧に全部取れなくても大丈夫だよって教えていただきました。で、こうつながっている株をちょん切って、いくつかに分けて植栽してくださいとのことなので、それをちょっと初めてですけどやってみたいと思います。その H2 の目黒店っていうと、多分本当ご存知の方はもうすぐその時点でピンとくるんだと思うんですけど、昨年2018年の世界水草レイアウトコンテストのグランドチャンピオン、要するに1位の方ですよね、がいらっしゃるお店なんですよね。もうそれもコメントのくださった方に教えていただいてたんですし、それをその2018年の、世界水草レイアウトコンテストの結果が出た時に、動画でもそのレイアウトを見てて、わめっちゃかっこいいな、素敵だなって思ってたレイアウトだったので、まあ、コメントを読んだ時にわっと思ったんですけど、まさか自分はそのお話ししている人がその人だとは全くその時気づいてなくて、もうそのことすっかり忘れてて、結構本当に普通に優しいお兄さんで、なんか私みたいな素人の
本当何にもわからない私みたいな素人の拙い質問にもすごく丁寧に答えてくれて、あんまりその時だからあんまりピンときてなかったんですけど、帰りのバスの中でいやと思ってちょっと調べてみようと思って調べたら、その方の写真載ってたんですよね。グランドチャンピオンの人の写真載ってて、まさに先ほどずっと喋ってお話ししてくださってた方だって、その時に気づいて、なんか私の水槽の写真も見てもらったんですけど、見た瞬間、あ、大丈夫ですよってすごい言ってくれたんですよね。だからちゃんと管理できてるから大丈夫ですよ、大丈夫ですよって、大丈夫ですよって何回か言ってくれたんですよね。なんか私は心配なことがいっぱいあるから、なんか栄養が多くなったらもう水槽が固形丸形になっちゃうんじゃないかなとか心配になって、栄養を添加してなかったりとか、そういうのも全部言ったら、基本的な栄養素のお話、三大要素のお話からしてくださって、水槽の中では窒素、リン、カリウムっていう三大要素が必要で、水草を育てるには必要で、生態がいる場合はリンと窒素は発生するから、カリウムだけは足りないので、カリウムをじゃあ添加しましょうかとか、そういう理科のお話みたいなところからしてくださって、本当にその水質も安定させる技術はないしっていうお話したら、いやもう安定してるから大丈夫ですよってその時も言ってくれて、なんか大丈夫ですよって言ってくれると、なんかこうちょっと、まあ、後で気づいたことですよ。そういうねすごい人に大丈夫ですよって言ってもらえたから、すごくなんか勇気が湧いたというか、なんか本当に勇気が湧きました。多分こういう風につながってるのを切ってくださいってことだと思うので、こういうのを手でちぎるかハサミで切るかしてくださいっていうことだと思うので、ちょっと切って、いくつかに分けたいと思います。でなんかこういう溶けてる、もうすでに溶けてる葉っぱはこれを取っちゃっていいんですかね。これはもう取っていきます。なんか今年ももう応募しましたよって言ってました。結果がすごく楽しみです。自分のコンテストでもなんでもないけど、で店内の撮影はちょっと残念ながら一番お断りしてるんですっていうことだったので、撮影できなかったんですけど、本当にお店の中の水槽レイアウトもかっこよかったし、すごくいるだけで素敵でした。そんなに大きなお店じゃないけど、もう私1時間ぐらいいたんですけど、もう全然見てて飽きなかったですね。なんか女性の方が作った、それもコンテストに出たレイアウトだったんですけど、それもねすごく綺麗でした。大型構図で真ん中にこう抜け感がある感じのレイアウトでしたけど、ほんと水草がモッサモサしてて迫力があって素敵でした。カップの底にあるゼリーを洗い流して、あとは株を分けてみました。どのぐらい小さい株にすればいいかちょっと正直わからなかったんですけど、まあ、自然とここら辺だったら分かれそうだなとか、こう横になんかつながってるなみたいな、この根っこを外していったら、一応自然とこのぐらいのサイズの株に分かれました。全部で 1,2,3,4,5,6,7 つですね。でこれを、植栽していきたいと思います。一応砂エリアでも砂がまあ5センチくらいあれば大丈夫ってことだったので、5センチないかな、ちょっと植わってるんでこれで行ってみようと思います。菊草が邪魔だな、反対に植わる。
これはもうこれは楽だ。この奥のスクリューバリスネリアのなんちゃらかんちゃらとは違う。簡単に割っていく。固形肥料みたいなのが必要な子らしいんですけど、まだ根付くまではいいよということなので、とまずはそれは用意してない。どのぐらい成長するか、水槽、その H2 の水槽のクリプトコリネはすっごいモサモサになってて、結構葉っぱも大きかったので、こんな手前で大丈夫か心配だけど、そこの水槽は結構奥の左隅の方に植えてあったんですけど、なんかちょっとここら辺にモサモサさせたいんですよね。手前あたりに植栽してみました。どうだろう、場所いいかな、なんかどうだろうかな。なんかその H2 の水槽は割と奥の方にあって、奥から手前かな、なんか結構もさもさかなり量があったんですけど、かなり成長はすると思うので、この手前に置いたのが果たしていいかどうかはちょっとね、わかんないですけど、そのクリプトコリネの中でも緑と赤茶っぽいの2種類あって、その赤茶っぽい方を選んでみました、まあ、全体的に緑色の水草がまあ多いので、まあ、手前にちょっとそういった茶褐色の水草がここら辺にモサモサとあっても、ちょっとリズムが出ていいのかなと思ったんで茶褐色を選びました。で、今回行った H2 さんのお話を伺ったのはその店長さんで、まあ後々気づいたことですけど、なんとその2018年の世界水草レイアウトコンテストのグランドチャンピオンの方というすごいお方だったんですけど、もうお話ししてる時は本当穏やかで、まあ、そんなことも微塵も感じさせない、すごく普通のって言ったらあれなんだけど、いいお兄さんだったんですけど、なんかお話を伺ってて一番印象に残ったのは、なんか自分がやりたいこと一つきちんとそれを軸みたいなのを持って、でそのいろんな例えばショップとかに行ってアドバイス受ける時も、そういうのきちんと伝えた方がいいですよっていうふうにおっしゃってますね。じゃあ自分のやりたいことって、なんだろう、ドキッとはしましたけど、まあでも自分の好きなちょっと濃い緑とか、その陰性水草って言われるものだと思うんですけど、そういうのをメインに作りたいっていうのはあるので、まあそんなお話も聞いてくださって、まあ、アドバイスもしてくださいました。はい、では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。まずは4プッシュとのことなので、初めての4プッシュ、本当は90に対しては8プッシュって言ってましたけど、最初は4プッシュから行ってみてとのことなので。